しかしてこんなのが地面の中にたくさん？考えたくないからやめて！こいつらが足元にびっしり詰まってるのです。ぼさっとするな。この時間は奴らの時間だ。次々来るぞ。マジで？戻るぞ。しかし噂の丘からの大人が砂漠の越え方も知らないとはな。やっぱ噂になってんだ。もしかして喜び始めてる？あんまりいいことないって。温まりますよ。お、どうも。ありがとうなのです。四つの鍵か。
ほど、それもあってか。鍵のこと何かご存知だったりします？鍵は地、炎、海、闇の4つだと聞いたことがある。その鍵の場所とかも聞いたことあったり？ライトニングさん？いや、すまんな。鍵のありかについては私は聞いたことがない。それより私は聞いたことありますよ。え？地の鍵、それは魔光を輝く地に。海の鍵、それは海底深い神殿に。闇の鍵、それは朝の訪れない地に。おお、ちょっとだけ具体的な感じ？まさかそれは赤の予言の印象か？ええ、よくご存知ですね。何です？印象というのは、というのは予言の原書にしか存在しないと言われている隠された章だ。しかし原書が読めるのは。聞いたことがあるだけですよ、原書を読んだ方からね。バハムート軍の居城はさすがに知らないよね。知ってるわけないでしょ。そうですね、噂でよろしければ。嘘。あくまでも噂ですが、クリスタルの塔の先、神の道を越えたさらに先に御使いが住む神の城があると。御使い、つまりバハムート軍の王。おお、ならやっぱり4つの鍵を手に入れてクリスタルの塔を目指せばいいってことだよな。そうなるね。なんか安心したら眠くなってきちまった。もうラーンの眠気がうつったみたい。今日はここで寝ちまおうぜ、姉ちゃん。そうだね。おやすみなさい。おやすみ。今日は無駄だよ。おいおい、あまりレディーにひどい扱いをするなよ。レディには優しく、これが私のモットーだからな。くだらん。なんだあいつ。まさかバハムート軍の。その大人の処理も私に任せてくれる約束では？処理って一応私もレディですけど。そうだな。いや、大人とはいえもう少し大人になることだね。おい、ふざけやがって。ラあまり手荒な真似はさせないでほしいな。
おとなしくしててくれ。なんだよこれ。わからないよ。第14幕、失った力。姉ちゃん、大丈夫か？ランも大丈夫？まあ、でも、なんだよこれ。ところで、ここどこ？ここってどこなんですか？まあ、大人。大人が何をしてここに放り込まれたんだ？あ？ここはフィガロ城の地下にある刑務所だよ。刑務所？マジで？刑務所とは名ばかりの処刑所みたいなもんだがな。ここから出るにはどうしたらいいんですか？気持ちはわかるが、今は諦めた方がいい。守衛こそいないが、意志を持った機械たちが逃げ出そうとする人間を飼っているんだ。生き残るだけでも精一杯さ。意志を持った機械？ミラージュとは違うの？俺に難しいことは分からんが、ミラージュとは違うようだな。昔城の地下にこの空間を見つけたフィガロ王が調査のためシンラに助けを求めた。その時シンラが持ち込んだ機械が突然意志を持ったように人を襲い始めたのさ。そしてここは放棄され、手に負えない犯罪者が放り込まれるようになったらしい。出かけるのか？なら気をつけるんだな。ああそうだ、ここで集めたものでよければ安く売ってやるよ。なんだ？城が潜った音だな。そういえばあの城、何もないところから突然現れてた。最初にここを調査した時、大きく前進して地図を書き換える羽目になったなんて噂も聞いたな。